構は道が…始まりましょうか。うん、なんて、あ、10分ぐらいね。あ、まとか10分ね。うん、なんて、道が、いや、道がさ、綺麗からさ、雨降っても雨臭くないのよ。わかる？あの、し、なんかあの、なんとも言えない匂いあるやん。雨に厳しいよな。まあ、雨臭いとか。まあ、だから、まあ、唯一の対抗じゃないけど、ほんま、うん、マジで、あの、うん、傘ささへん。雨に対して、うん、雨に尖ってるようなのよ。ささしてみろよって感じ。ささしてみろよ。やっぱり。そ, のそうなんや。うん。おいおい、でも私東京来ても全乗り物乗ったわ。ほんまに。あ、バスも乗ってる？バス乗ったね。無限大ホールからあの家までバス乗ってみてんけど、うん、初めてそのほんまに初めて新居に行くみたいなタイミングやってんけど、その時にあのキャリー持ってね、バス乗り込んで。で前からやろ、どんどん。そう、うん、先払いで、うん、これはみんなそうなんか分からんけど、いや、まあもう、うん、大阪は結構後払いやったね。あ、うん、いや、そうやな、うん、そう、ちっちゃい紙と、あー、あー、取るやつな。取るやつとあれな、うん、そう、乗ったら、うん、まあ乗って座ったら次の駅でさ、なんかあのすごい、あの結構ほんまに優しい年配のおばあちゃんが乗ってきたんやけど、着いた瞬間にすごいなんかそのどっから来たのみたいな感じで、なんかほんま、うん、これ東京初日にし、うん、と考えたらすごい桜、すごい桜みたいなおばあちゃんが、なんかその誰がな、桜なの、乗せんねん、バスに。いや、でもあのちょっと大きいキャリーのことを喋ってもらうだけ でもあのお金発生しますので、でも何なんそれ。ほんまそれぐらい私がこうやってキャリーでこうやってね、こうやって持ってたら、もう横おばあちゃんバーってまあこう座ってきて、あら、すごい荷物やん、どっから来たのーって。だから、桜やん、それは、あんたが大阪丸出しやったかどっちかやで。ね、キャリーだけでは丸出さんやろ、別に。丸出さないよ、私別に、たこ焼きシールとか貼ってないし。たこ焼きシール。青のりもまぶしてないし、別に、ね。当たり前やろ、キャリーに。でもほんまに、そっから、で、私、なんか、すごい嘘みたいなと思ったから、うん、いや、実は私、あの、うん、今日、言うたんや、大阪から、あの、大阪から上京してたんです。状況言うた。じゃあ、ええやん。状況確かにな。いや、状況な。バカにすんな。確かにみんななんか遺跡とか、なんか状況ってな。いや、状況よね。私状況やろ、うん、そうやん。うん、そうしてきました。チャランキュー聞いてやろ。状況物語な。聞いたやろ、あんた。くとうで売ってなってやったやろ。聞いて聞いた。PV も見た見たもん。ほんでほんで、おばあちゃんは。いや、ほんで、いや、そっからずっと、その、あの、東京、どうみたいな、何でも一応芸人とか言わんかったんけど、ただただ上京してきたっていうことで、もうずっと喋ってくれて。すごいな。そ、こんな嘘みたいなことあるねやと思って。ええ話や、びっくりした。桜じゃないよ。今桜じゃない。ただええおばあちゃんよ。そう。だからなんかさ、うん、やっぱもちろん、そんなんないけどさ、うん、なんか、ちゃんと、その東京の人は冷たいみたいなことをさ、まだ言う人おるやん。うん。うん。それをちゃんと、うん、出職してくれるおばあちゃんと。電車はでもちょっと冷たいな、正直。まあ、冷たいけど忙しいからさ、うん、やっぱスピード的にな。うん、これでも Z 言いたかって、うん。荷物結構当てられるな。こっち。え、大阪結構口にするやん。うん。うん、あの人バスの人じゃないし。違うですね。桜じゃないやん。あそこ通ってください。だからあんたにまつわると。いや、私も桜じゃない。いや、東京新幹線から家まで乗ったタクシーの運転手さんとかもありえるからさ。何の桜か言ってそれ。いや、ほんま荷物多い？ん？東京の人が？え、ちょっと待って、おりますとかあんま言わへんから、みんな、なんか自分の行けると思ったスペースで来るけど、まあ、当たってんだよと思う。まあ、あれは、大阪ちょっと怖いからみんな当てへんと思うで。なんか。え、何言われるか分からんから。痛いとか言うやん。で、これって何の、これ意味ないね。これ意味ないね。そんなみんな両手塞がってるんで。私とか荷物多かったらこうやるけど。うん、ああ、まあ確かにな、うん、まあ。でも、もう荷物じゃどうにもならん時あるよな。うん。なんか人のリュック枕にしたことあるよな、東京って。その、ほんまに。あんただけやで、ほんまに。みんなだこうしてくれてるやんか、やっぱ、うん、前にしてくれてるからさ。必然的になんか、その男性の高さとかやったら、うん、なんかちょうどここぐらいになんかいい感じある時とかあるもん。やめや、ほんまに。え、わざとじゃないよ、もちろんね。わざとに見えたけど。もちろんね。もちろん手はこうしてるよ、その、もちろん。こうや
それはね、うん、何もしてませんよ、何もしてませんよそれは、うん、あそんなしてんねんなんともな、いやでもそのでもそれね稲さん、うん、そのまあ言うたらさ人とこのぶつかるみたいな言ったけど、はいはい、そうなった時にやっぱね、うん、こうあのなんかこうさ相手にさこう例えばさ、うん、言いたいこととかさ、うん、こうちょっと注意したいけど言えへんなっていうことあるやん、そんなん正直電車の中なんか言われへんやん何も、いや、うん、まそれまあ電車の中他人やけれども、うん、まあ例えば知り合いとかでもええわ、うん、まあ、電車の中には言えるやと言ったらええねんけど、うん、それをね私ね知り合いなんか余計言われへんよ、いやそうやろ、うん、それをね、うん、私ねあの楽しく解決する方法をね私見つけて、楽しく解決、そう、ほんほん、まあこれ、まあ、知ってるかの、しりとりで。もう、もう知ってるかな、やめて。知らんときなんや、あれ、生まれてから。しりとり、知ってますけど。みんな大好きやろ。しりとりって。好きではない。その、しりとりってさ、なんか習ってないけど。うん、できるんちゃう？今の子もみんな知ってるやん。うん。もう、まあ、だって、生まれてから必須や。必須科目や、あれは。で、なんでか言ったら、まあ、し、う、り、ん、を取るってちゃんと言葉に入れてくれてるから、その。タイトルにね、意味を。タイトル、そう。で、これ、しりとりで、こう、お互いこう言い合ったら、嫌なことも、楽しく言って、その、陰口とかなくなるんちゃうかなと思ってね。いけるそんなん。しりとりで、そんな。いや、これね、多分いけん。うん。いや、ちょっと一回じゃあ試してやってみよう。いや、でも、ま、さすがに、ま、お互い今言いたいこと言い合うとは言ったけど、うん、いきなり言うと、うん、ま、ちょっと喧嘩になるから。喧嘩なんて一番あかんやん、逆やん。いきなり言うとあれかな、うん、最初は、ちょっと。最初は、ちょっとあの、なんマジ、何も関係性ないよね。教えといて。いや、会釈とかされたら。もしかしたら、芸者の橋本さんやったんかもしれない。違う。全然ちゃうかしら。何の話だったっけ、しりとり、しりとりな。うんうん、だから、お互い言いたいことから言い合ったら、ちょっときついから、うん、最初は、ちょっと普通にしりとり始めて、うん、なんか自然に入れ込んで、うん、楽しく言い合う、うん。そこはなんかマナー。なんか日本人の、その、なんかその、趣向きいたり、趣向き。日本人の趣よ、これがね。そうなんか、くさっと言わへんやから、やっぱなんか自然にこう、まろやかに言うみたいな感じで。じゃあ、しりとりリーから。リーね。うん、じゃあ、じゃあ、うちは、リンゴ。リンゴね。じゃあ、ゴリーラ。うん、楽なズボンばっかり履いてるから太ってきたんちゃうか、ぐさってきたわ今、何履いてるし自然にな楽なズボン、ね、どう考えてもそうやろ、これ思っててんこれずっとほんで太ってきたとかは絶対あんたには言われたくない、ごめん、うん、怖い怖い、あの言いたいことは尻を取って言うこと、はい、これルールで決まってるから、あそうなん、ぐさって刺すようなことは絶対しりとりで言う、うん、陰口になるからそれはもう、あ、そうなんや。言うとして、しりとり会で言うと陰口になるから、用口で頼みますね。用口？何す用口って。陰口のリターン、リバース。逆。リターンは間違えたな。逆で、うん。頼みます。何なんそれな。楽なズボンばっかり履いてるから、太ってきたんちゃうかの。か、ね、からで、ね。うん。あー、じゃあ、そうやな。こう階段登ってる時とか、歩いてる時とか、こう、常に、はぁ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 、言い過ぎてる。もっと多いかな、それ、まあ、言い過ぎてる、はぁ、うん、はわかる、はーん、ルー、うん入ってた私、はーんってルーね、うん、まあまあ、まあの、まあ、まあ、ルーマニアとか言ったら問題ないんかもしれないんですけど、うん、写真をこう2人で撮るときとかに、うん、なんかいつもさ自分だけ一歩下がって、うん、細く見えるようにしてるよね潜在写真とかも全部見てたら思うねんけど、いつもなんか私の方が肩がガッて入ってて、私の子なんか後ろでなんかこんなの、なんかあの、細くも見えるし小顔にも見えるようにしてるような。なね。してるよね。ねえね。これ全部一つやろ。全部一つまでも入らないね。一つまでも入らない。じゃあネタ合わせ中とか、なんかこう常に力水とか飲みすぎて、水分取りすぎて、トイレ行きすぎてる。迷惑かけた、うんうん、時間を奪ってるんだこと。寝た時間を奪ってる。ある。ある、ある。まあでもそれ、ま、それで言うやったら、これほんまに思うねんけど、ルーから。めっちゃ。ごめん。あ、こっからです。こっから。ルーマニアって問題ないねんけど、なんていうの、ご飯食べるときにさ、せんべいとかじゃなくて、なんか柔らかいさ、ちょっと白飯とか、うん、マシュマロとかでも歯をさ、こうさ、何その音ほんま、歯をカチカチ言わせてる。カチカチ。あれやめてほしい。
あれね、ほんまめっちゃ気になって、あの、うん、今度みんな気になると思うよ、これから先どこまで気になると気になると思うよ、あれだからやめてほしい、やめてほしい、いいな、うん、あれすごい、あれカチカチ、いつも遅刻とか寝坊してくるにもかかわらず鼻歌歌ってる、うん、ルーマニエータ問題ない、なんでそれな、そ枕みたいに枕言ってくるの、なんな、違う違う違う、そのルーマニアいうやつ、ルーですごい攻めてくるからこっちがそれで言い返さなあかんという感じなだけで、それは言いたいことはシール取ってからね、つかみ合いやで、こんなんだこんなんーとかやったら大人の本気の喧嘩始まるマックスでイライラしてるよ、解決し してない、これ指の指のこう爪なんかネイルしてるとか腹立ってこのねえのこのうんだこれ爪が空気悪いよ空気が悪い、じゃあちょっとテンポよくね、テンポよくいこう、あの、うん、テンポよく言い合おう、これだから、うん、これはだからあの陰口じゃなくて楽しくなるよっていうやつやから、テンポよく、じゃあしりとりリーからリ、リーね、分かった、リンゴゴーね、ゴリ、ゴリラって言わんとゴリラ、ゴリラ、ゴリラみたい、はい、今がピーク、今がピーク、2回言わんでええねんけど熊本という名前がお似合い、隕石が落ちてきたら、絶対に私だけが生き残って、うん、多分ちょっとは怪我する守らん、うん、気がする、怪我する、ル、うん、ルールとかないよね、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 寝とけば。ちょっと待って、ごめん、寝とけば。ごめん、止めるわ、ごめん。寝とけば、でももうグー出るよ、こんなんだ。寝とけば。そんなん言うやったら、もう寝とけば。なあ、陰口だらけや、こんなん。よくない。これ、やめよう、だから。やめよう、うん。もうやっぱり日本人は、おとなしく我慢する。もうこれ言いたいこと言わずに、我慢するで。我慢するで、行こうな。行きましょう。だってもう10分経ったよ。あ、ちゃうわ、ちゃうわ。バスもうないわ。全然ないわ。めちゃくちゃないわ。そうか。そりゃそうよな。こんな時間。来てなかったもんな。うん。これ、この時間出たから働かせすぎるってやんな。だってな。帰ろう帰ろう、もう。そうか。歩いて帰ろう。歩きがね、一番私嫌いなんだ。東京ってね、平らに見えて、ちょっと坂やね。ずっと坂やね。ここも坂やね、ずっと。